こんにちは。税理士中小企業診断士の平川です。ここでは今すぐ取り掛かる資金繰り改善方法についてお伝えいたします。資金繰りを改善する方法を3つご説明したいと思います。まず最初が経営者が押さえておくべき損益計算書、貸借対照表の見方です。2つ目が自社の損益分岐点、こちらを知ろうという内容です。最後、具体的な資金繰りの改善方法についてお伝えしたいと思います。では経営者が押さえておくべき損益計算書、貸借対照表の見方をご説明いたします。ご存知の方も多いと思いますが、財務諸表は大きく3つあります。損益計算書、通称 PL と呼ばれます。これは会社の儲ける力を表します。続く貸借対照表、通称 BS と呼ばれます。 BS は会社の体力を表します。3つ目のキャッシュフロー計算書、こちらはお金の流れを表しますので、家計簿として考えられることが多いです。つまり PL で会社の儲ける力、 BS で会社の体力、そしてキャッシュフロー計算書でお金の流れ、この3つを把握することができますので、財務諸表は会社の健康診断と言えると思います。キャッシュフロー計算書と資金繰り表の違い、こちらは大きく違います。キャッシュフロー計算書はどちらかというと過去のお金の流れを分析するための財務諸表です。しかしこれまでの資金繰り表の内容を見てお分かりかと思いますが、資金繰り表はどちらかといえば予測、つまり未来を見てお金の流れを予測するものになります。ですので資金繰り表とキャッシュフロー計算書は異なるものとしてお考えください。今回はこの財務3表のうち PL と BS についてお伝えいたします。では PL について見ていきましょう。 PL は儲ける力とお伝えいたしました。具体的には書かれていることは売上と経費と利益、この3つしかありません。この3つをその内容に応じて分けているのが損益計算書になります。この例では売上が1000、原価が700ですので、粗利が300、残る計算になります。まず1つ目のポイントはここです。きちんと粗利が確保できているかどうか。この例で言えば粗利率は 30% です。これはどういうふうに計算するかというと、粗利300を売上1000で割るということです。つまり700円で仕入れて1000円で売る、その純粋な利益が300ということですね。この粗利が高いか低いかで利益率の高さも大きく変わってきます。ですので自社のサービス、自社のビジネスモデルが粗利の高さ、粗利がきちんと確保できているか確認していきましょう。続く営業利益です。これは粗利から固定費である販売費及び一般管理費を引いた差額です。つまり本業で儲けが出ているかどうかを確認するものです。この例では営業損失となっています。つまり本業では赤字というふうに見えます。3つ目のポイントは経常損益です。これは本業のほか、例えば借り入れの利息であったり配当金だったり、そういった通常発生するものも考慮する利益になります。通常経常と呼ばれるケースもあります。この通常の活動で利益が出ているかも確認しましょう。最後は当期純利益、一番下の数字となります。この例では当期純利益は黒字になっていますが、先ほどの通り最終利益が黒字だから安心してはいけません。営業利益が出ているのか、経常利益もきちんと取れているのか、粗利率は去年と比べて悪くなっていないか、こちらも確認する必要があります。 PL は比較することで理解が深まります。前年同月対比、また月次の推移、そして同業他社と比べて自社がどうなのか、この3つの観点から損益計算書の分析をしていきましょう。続く BS 貸借対照表です。
これは会社の貸借を表す財務諸表です。貸借対照表は右から見ていきます。右上の負債、これは返さないといけないお金です。右下の純資産、これは返さなくていいお金、つまり株主や利益から積み重なったお金になります。この調達したお金が左側、資産に移動していきます。この資産というのはお金の使い道を表します。つまりこの例では700万円仮に借り入れをして、純資産で300万円株主から出資を受けています。そのお金が左側1000万円として残っているというものがこの貸借対照表になります。ここでのポイントは、左側資産に無駄なものがないかどうか、不要な例えば在庫がないか、また売上につながっていない固定資産が残っていないかなどです。2つ目は債務超過に陥っていないかというポイントです。債務超過とは、読んで字のごとし、債務、負債が資産を超えている状態です。この例で言うと資産が1000、負債が700ですので、資産の方が負債より大きいです。つまり債務超過にはなっていません。ですがこれが逆の場合です。資産が700、負債が1000の場合、負債の方が大きくなっていますので債務が超過している状態です。この状態のことを債務超過と言います。債務超過ですと銀行からの借り入れに関しても条件として厳しくなるケースが多いです。ですのでまず自社が債務超過に陥っていないかどうか確認していきましょう。3つ目としては、貸借対照表、このように一見分かりにくいものではあるんですが、 PL だけでなく会社の体力を表す資産と負債、純資産を合わせて総合的に確認するようにしていきましょう。続いて自社の損益分岐点を知るということに説明したいと思います。損益分岐点、お話として単語としてはよく聞くと思うんですけれども、一言で言うと採算が取れる売上高のことです。例えばラーメン1杯1000円、材料費400円かかっているとします。その店の家賃が毎月30万円だと考えましょう。ラーメン1杯の利益はいくらでしょうか。1杯1000円から材料費400円を引いた600円、これが単純な利益です。他にかかっている経費が家賃だけとします。ですのでこの家賃を回収するためには何杯売ればいいでしょうか。30万円を利益600円で割れば500杯必要だということがわかります。つまり損益分岐点というのは、ここでいう500杯売れば採算が取れる売上高のことです。つまり売上にすれば500杯かける1000円ですので50万円、これが損益分岐点売上高になります。ここで損益分岐点の考え方として重要なポイントが2つあります。変動費と固定費を分けることが重要です。前回のお話にもありましたが、変動費というのは売上の増減に合わせて動く経費のこと、具体的には仕入れ原価などです。固定費は売上の増減に変動しない家賃や人件費のことです。損益分岐点売上高を出すためには、この変動費と固定費を計算する必要があります。具体的には損益分岐点売上高を出すためには、固定費を粗利率で割る、非常にシンプルな計算式となっています。詳細は割愛しますが、まず経営者の皆様におかれましては、この計算式を覚えていただきたいです。では、具体的に事例を通して見ていきましょう。こだわりの雑貨を販売する小売店、営業日は20日間だとします。原価率は 70%。月額の固定費は150万。内訳は人件費50万、家賃20万、光熱費10万、その他70万円とします。この場合の損益分岐点売上高を考えていきましょう。繰り返しになりますが、損益分岐点売上高は、採算が取れる売上高ということですね。ですので、利益がトントンになる売上がいくらなのかを計算します。計算式は固定費割る粗利率です。固定費は150万、例題の通りです。では、粗利率は何パーセントでしょうか。粗利率というのは、原価率の逆です。つまり、7割でかかっているということは3割が利益ということです。ですので、
この例題で言えば7割が原価であれば粗利率は3割ということになります。この計算から150万割る3割 30% を計算すると損益分岐点売上高は500万ということがわかります。つまりこのお店は月間500万売れば採算が取れる、利益がトントンになるという計算がわかります。ここでもう一歩踏み込んで考えていきましょう。この損益分岐点売上高を営業日数で割るのです。そうすると500万を営業日数20日間、つまり1日あたり必要な売上高は25万ということがわかります。ここまで落とし込むことで本当に1日25万円売れるんだろうか、ここまで考えていくことが重要です。自社の客単価、また固定費、そして原価率、強いては営業日数も見直すことも一つかもしれません。今のお話は終始トントンです。今度は目標を月30万利益残すとした場合の売上高に関して考えていきましょう。営業日数20日間、原価率 70%、 固定費の内訳は先ほどと同じです。先ほどと異なるのは目標の利益が加わっているだけです。そのため目標の利益、今回の例は30万円としていますので、30万円と固定費を足します。ここから粗利率で割り返す。そうすると必要な売上高というのは600万ということがわかります。同じく1日に必要な売上高を考えていきましょう。必要な売上高600万割る営業日数20日間、そうすると1日30万円。同じく現実的に可能な売上高なのかどうか、ここも合わせて考えていきましょう。ここまでお話しした通り、重要なのは売上ではなく利益です。利益をいかに確保するかが資金繰りを改善する重要なポイントです。売上を伸ばすためにはまずどうすればいいか。売上は単価×数×回転率と表されます。そのため客単価を上げる方法、数を増やす方法、また回転率を高める方法はないか考えていきましょう。そして利益を確保するには変動費を下げるというのも一つです。もう一つは固定費を下げる。つまり売上を上げて変動費を下げ、固定費を下げればおのずと利益は増加します。ですがこれら3つを同時に行うことは事実上不可能と考えられます。まず取り組むべきは固定費の削減です。今支払っている水道光熱費、電話代、飲食代など無駄な経費がないかまず見直してみましょう。ただし固定費を下げすぎると会社の雰囲気が悪くなったり、また広告宣伝費を削減すれば将来の売上が減る可能性もあります。そのあたりも踏まえて経費削減は考えていく必要があります。最後、資金繰りの改善策についてお伝えします。利益と手元資金が大きくずれる原因は4つあるとお伝えしております。この4つの方法について具体的な方法を考えていきましょう。原理原則、資金繰り対策は入金を早めるか出金を遅らせるか、このいずれかしかありません。では掛け取引における入金を早める方法、出金を遅らせる方法を見ていきたいと思います。掛け取引で必要なことの一つ目、入金掛け代金を早める方法です。例えば請求書の発行を早めることで入金を早めることにつながります。また遅延損害金を設けるなどして入金が遅れがちの取引先に対し早めてもらうよう条項を設けておくというのも一つです。また現金払いの特典をつけるというのも有益だと思います。さらにはチケット制など前金制を取り入れることで入金を早める方法を考えてみてはいかがでしょうか。続いて支払いの方です。買掛金を遅らせる、この方法はまず現金払いをなるべくなくすということです。現金払いをなくし掛け取引を増やしていく、またクレジットカード払いなど支払いを少しでも遅らせる方法を取り入れてみてはいかがでしょうか。
これら掛け取引に関しては最初の契約が非常に重要です。これまでの商慣習や取引先との関係性だけに継続するわけではなく、きちんとその都度契約を巻き直し、考え、交渉することをお勧めします。そして最後、掛け取引の入金を早める方法としてファクタリングが考えられます。ファクタリングというのは、売掛金という債権を第三者に販売することです。第三者に売却し換金をすることで入金を早めることはできます。ただ注意点があります。ファクタリングは手数料が高いことが一般的に多いです。そのため結果として資金繰りが悪くなるケースもあります。手数料や資金繰りと合わせて検討してみてはいかがでしょうか。続く2つ目、借入金です。借入金の1つ目の方法は、まず新規の借入れを行い、手元の資金を確保するです。通常、融資実行まで1ヶ月程度はかかりますので、余裕を持った調達、相談を心がけましょう。続いて、借り換えによる返済期限の延長です。例えば、残債が500万円借り入れが残っているとします。そこに新たに800万円で借り直して、借りていた500万円を返済し、300万円手元に残すという方法です。既存の借り換えを返済し、新たに借り換えることで、返済期間を延ばし、月々の返済金額も減らすことが可能です。ぜひ、金融機関にご相談いただくといいと思います。最後はリスケです。返済を猶予していただくという方法です。これは最終手段だと思ってください。返済を猶予するということは、基本的には資金繰りが回っていないことを表すことになりますので、追加の今後新規融資は難しくなることが考えられます。そのためリスケを考える前に、先ほどの新規融資や借り換えをまず考えることをお勧めします。しかし、返済できずに倒産する前にリスケを行い、資金繰りを良くすることも一つです。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。3つ目の在庫です。まずはじめに取り掛かりたいのが在庫管理です。廃棄ロスがどれだけ出ているか、また商品を仕入れても売れていない商品はないのか、売れ筋商品、死に筋商品をきちんと把握することをお勧めします。続いて、余剰在庫を処分するという方法が考えられます。例えば在庫処分セールとして、セール販売、つまり通常の売価よりも少し安く販売することで、お客様にも還元し、自社にも資金繰りを改善するという方法ですね。また買取業者への販売というのも一つ考えてみてもいいと思います。3つ目の在庫の対策としては、在庫の廃棄です。廃棄してしまえばお金は入りません。しかし、在庫を抱えている状態では保管地代の発生、また新規商品を仕入れることができなくなります。そのため、売れない商品、また陳腐化した商品などは思い切って廃棄をするのも一つです。廃棄をすれば、そこの地代家賃が削減でき、また空いたスペースで新商品、こちらを展示することも可能になります。ぜひ在庫に関しても検討してみてください。最後、固定資産です。固定資産をまず見ていく上では、不要な固定資産を売るということです。冒頭お話しした貸借対照表 BS の資産項目を見てみてください。実際に今稼働していない資産はないか、売上につながっていない資産はないか見ていきましょう。2つ目の方法は、セール&リースバックという方法です。この方法は、保有資産をリース会社に売却し、同じ資産をまたリースで借り換えるという方法です。つまり、実態を変えずに手元資金を一時的に厚くすることができる方法です。売却をして100万円手元に残ります。その100万円から月々5万円でリースで借り換える、具体的にはこのような流れです。しかし、注意点もあります。売却価格は通常の販売価格よりも比較的安くなる傾向があります。また、リース料に関しても金利が発生しますので、合わせてご検討ください。
最後、固定資産の買い替えによる生産性の向上です。機械装置も経年劣化により生産性が落ちているケースがあります。そのため買い替えを行い、生産性を向上させることで売上を上げ、資金回収率を高める、こういう投資判断も一つだと思います。総合的にご判断いただければと思います。資金繰り対策のまとめとなります。まず行うこととしては、利益と手元資金がずれる原因について考えていく、その原因ごとに対策を練っていくということです。つまり現状分析として、粗利、取引先、在庫、固定資産、借入金をまず見直しましょう。続いて計画を策定します。具体的にはこれまでお話した通り、資金繰り表を作成してみましょう。資金繰り表を作り、これからの事業展開を見直してみます。採算が取れる事業なのか、資金が回るかどうか検討していきましょう。そして実行フェーズです。先ほどの通り、資金繰りの対策をしながら資金回収を早め、手元資金を厚くする経営を取り組んでいきましょう。最後、管理です。作成した資金繰り表と実際の差異を確認する作業です。またここでサービスや商品の設定も見直すことをお勧めします。これらのサイクルを毎月、もしくは四半期に一度必ず行っていきましょう。この精度を高めていくことで、手元資金を厚くし、経営基盤が強い事業に生まれ変わります。以上で終了といたします。ご清聴大変にありがとうございました。